めちゃモテないサックス、ゴーゴー純さん、じゃんじゃん、始まるよ。皆様こんにちは、こんばんは、おばんでございます。サックスの近藤純と申します。知っている人は知っている、初めての方は Nice to meet you。 はい、またまた見ていただいてありがとうございます。1年ちょっと続きまして、リクエストシリーズをやっております。今日はなんとビートルズの曲をリクエストいただきました。松戸のジャックレモンさん、ありがとうございます。それでは早速演奏に行きたいと思います。ヘイジュンボ、あ、違いました。ヘイジュード。柔道をお送りいたしました。ビートルズといえば1960年から1970年にかけて、もうそれはそれはすごい大人気で、日本にもその頃来ました。いっぱい名曲を残して今もなお輝いております。はい、詳しいことは他の方にお任せして、私のチャンネルはダラダラなあのチャンネルでございますので、詳しいことは私、控えさせていただこうと思っております。はい。すいません。よく知らないっていうのもあるんですけど。松戸のジャックレモンさん、5月ぐらいにリクエストをくださってました。本当に、遅くなりまして申し訳ありませんでした。智子先生が、あ、智子、私今、智子先生をって言いましたら、智子大、大をつけようというチェックがありました。智子大先生はですね、ビートルズの曲は、もう完成されすぎてて、もうなんか触りようがないということで、とても難しいんで、だそうです、アレンジが。はい、そのままやるのがいいんですね。はい、今日はでもアルトフルートを使ってアレンジをしてくれました。はい、ビートルズのヘイジュードをお送りいたしました。視聴者様から1周年おめでとうということで、温かい手紙と手に入らないお菓子とか、はい、これとか送っていただきました。あ、やってよかったな、続けてこれてよかったなっていう、
本当に皆様のおかげでこの番組が成り立っているんだなと思います。ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。で、この私がデザインした T シャツ、万が一欲しいという方は9月30日までにお申し込みをお願いいたします。下にサイズとかいろいろ、値段は2000円です。はい、万が一欲しい方はお申し込みお願いいたします。今私ミュージカルをやっているんですけど、その近くの中華料理屋さんに来ましてね、ランチ食べてましたら、なんか足にコツンって当たってパッていなくなったんですね。で、なんだろうと思って、でももう食べ終わるところだったんで、まあいいかと思ってたら、目の前の壁をピュ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 ンってなんか茶色いものがこう走るんですね。そしたらそこの中国の従業員の方が好奇を持ってパーンって叩いた時にね、チューって言ったんです。これが本当の中華料理。ではでは、ゴーゴージュンさん、ちゃんちゃん、また見てね。